緑茶財産茶、その笑顔がその心が島の魅力茶宝茶、周防島が大好き茶。まず鱗を取ります、うん、鱗も大きい。結構背びれが、うん、たぶたぶ背びれとか当たると手刺さるから、うんうん、鱗取るときよく気をつけてください。はい、で反対側を取ってください。はい、はい、おこれで、こうやってあったら身が切れるよ。どの角度でやればいいんですかね。大体まっすぐぐらいで、まっすぐでちょっと寝かせるぐらいでこんな感じで、でどうでもそれが無理だったらこういういいものがありますんで。それはいいもの使いますよね。早いな。頑張らなかった。これでも、そこ手を刺さないように気をつけてよ。すごいな。でかいな。はい、取れました。取れましたか。はい。はい。はい、じゃあちょっとこれはこっちに。はい、この魚とこの魚は同じ魚でしょうか。違います。どっちがどう違う。なんか頭が出てる。こっちがチダイでこっちがマダイ、マダイ、うん、で違いっていうのは尻尾のさ、ここね、ここが黒いのがマダイ、こっち黒くないでしょ。あ、赤いですね。赤いじゃろ、うん、それとあと背びれを広げると2番目そんな長くないじゃん、はい、これ2番目長いじゃないじゃん。第二成長が長いのがチダイ。チダイ、チダイ、チダイ、マダイ。
腹を出します。頭落とした方がいいかね。落とさないでやろうか。これうどこ残ってる、まだうどこがまだ残ってますね。一回皮切っといて、骨ギリギリのところでこうビーって切ります、はい、でこっち側も こういう感じ。綺麗ですね。はい。さすが。頭。それね、あの。大きいのじゃないといいかな、うん、こっち側からこう切っていった方が、あ、うどこって残ってるから、こう切って、ほんで切ってやった方が落としやすいかもしれない、うん、はい、そして覚えてないなこうだってですね、うん、あの最初こっち側からこう切ってた、向こうこっち側から切った方が切りやすいかな。こうこう、うんうん、でここ最初にピーって切って、うん、でまだ鱗が残ってる、ね、残ってるから切りにくいよね。これ合ってますか？大丈夫大丈夫。大体大丈夫。大体。ここからどこに行けばいいのか。そっからここに骨、この骨がつながってるから、この骨を切ってやる。あるよ。ガツガツ。こんな感じ。こっちが、そしたらこうか。これもこっちをやって。難しいね。
ういうこと？暑いですね。ここにずっと中骨があるんよ、はい、この辺からね、この辺まで中骨がずっとあるんで、うん、まあ中骨を1本ずつ抜いてもええんだけど、それ面倒なんで、ここの線に沿ってこう切ります。そうするともう こっち側も骨がないんで、こっちもったいないかな、こっちも切れない。でここに骨があるんで、これをもっと切り落とすと、ちょっと大きくなりすぎ、取りすぎたかな。取ったら皮を剥きます、はい、これは難しい。皮があるからね、これを剥いていきます。ちょっと皮の端を浮かして、はい、できましたね。はい、できましたね。滑る。で置いていきます。はい、こんな感じ。売ってるやつですね。こんな感じです。こんな感じです。はい、綺麗。はい、できました。できました。じゃあ、あとは一口大に、はい、こう1回にこう引いていきます。薄いですね。ちょっと薄すぎたかな。ちょっと骨を残っちゃった。
じゃあ厚く切りましょうか。これなんか骨が残ってるな。なんかな。こんな最初は、うんうん、一気に引けばいいですって。食べやすい大きさを考えて。一気にいかないですね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。できました。できました。すごい頑張りましたね。頑張ったね、うんうん、どうでした、さばいてみて。タイが大きかったから。大きかったね、うん、難しかった。大きいから余計に力がいる感じでした。力、うん、いったね。あ、そうなんだ。なんかすごい力が入ってた。すごい、もう体全体が力入ってた、うん。お疲れ様でございました。じゃあちょっとお料理の紹介をお願いします。はい、こちらは山本先生がさばいたタイで、こちらが私がさばいたタイで、まあ、タイの塩焼きと、あと、トラギスのフライ、あとタイ飯です。タイ飯。じゃあまずお刺身から。山本さんのさばいた、これ見た目はだいぶ美しいですね。山本先生のは。じゃあいただきましょうか。そう、味はね、どうなんだろう。いただきます。ほう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 、うん、あー、タイだね。新鮮だね。ね、甘い、うんうん、甘い、美味しい。本当だ。ジジアの行ってみよう。行ってみよう、うん、違うのかね、うん、味は。どうだろうね、うんうん、どう？
味しい。美味しい。わかんないね。わかんないね。同じ。同じ美味しい。じゃあ次は塩焼きいきましょう。おお。ちょっとなんかめでたいね。すごいね。これちゃんとね。難しい。これチーズさんが腹を取った、腹綿を取って、はい、うん、うん、ふわふわ、おいしい、うま、うん、うん、おいしい、うん、ね、ちゃんと塩加減もちょうどいいね、うん、やっぱタイムは塩焼きが美味しいね。じゃあ次フライいきます。これいこう。うん。サクサク。これ大変そうだったね。さばくのが小さいから、うん。難しかったけど。ね。うん、トラギス初めてです。食べたの。チスはなるけど。どんな味です？でも淡白で。淡白、うん、あ、フライに合いそうな、ね、そうだね、感じだね。猫が。猫が匂いにつられてきたみたいです。すごいね。大合唱してる。あげないけど ね、うん。美味しい。美味しいよ。いやー、今日は。長い一日でしたね。長い一日でしたね。はあ、うん。ん？試し行こう。試し忘れてた。試しいただきます。ちゃんと土鍋で炊きました。うん。あ、おこげがあるよ。うん。先生、美味しいです。だし効いてます。うん。タイ。うん。タイ、贅沢だね。タイが魚の頭だけね。うん。はい。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。初めての魚釣り、面白いだろ？面白いですね。あんまり釣れなかったんですけどね、うん、私は。でも自分で釣った魚って、また格別に美味しいよね。そうですね。はい。はい、じゃあ釣りからこの最後のお魚の料理まで。はい、女子力アップしたか、今日何点ぐらいですかね。今日は70点。あ、高得点です。ありがとうございます。はい、ま、慣れじゃけね。そうですね。練習あるのみです。はい、頑張ってください。また頑張ります。じゃあ、また。